しそう。タリーズの。はーい。はーい。今日はね、こっちの大きい通りから行きまーす。じゃんじゃんじゃーん。この間ね、間違えちゃったからね。じゃじゃん。はーい。向こう側がちょうど御徒町駅です。はい。これで春日通りを、左に曲がりました。よっしゃ。あれ今のここ何？寄せ？あ、すいません。あ、上野広小路、大江戸上野広小路。寄せ。寄せだって。へー。はーい。ここのね、あの松坂屋の、向かい方にあります。興味のある方はぜひ行ってみてください。はい。うわー、美味しそう。ここ、パセラさんかな？あ、パセラさんだ。ほら、やっぱパセラさんだ。ね、かわいい。じゃーん。風月堂。あ、相鉄フレッサ。あ、ここなんだ。へー。上野御徒町。あー、はいはいはい、相鉄フレッサさん。名前はね、知ってたんだけど、場所が分かんなかったのよね。はーい。あ、この春日通り沿いのところなんだね。もう御徒町の駅出て、まっすぐ来れば着くね。へぇー。じゃじゃじゃーん。すごくね、便利いいもんね。あ、これ亀戸行き。あ、亀戸行き、こっから出てるの？へぇー。あ、知らなかった。これ、何番？何番のやつ？上野26。へぇー、上野26。あ、そうなんだ。へぇー。あ、ランチ美味しそう。食べ放題。あ、牛角さん食べ放題1980円だって。へぇー。じゃじゃーん。じゃん。梅まつりがね、8日までだって、3月の8日。じゃーん。この間ね、偶然隣に座ったお姉さんが教えてくれた。あ、フグ！ほら。フグがいっぱい泳いでる。うわー、すごい。ここ何屋さん？フグ屋さん？フグ屋さん。湯島丸若。フグ屋さん？ごめん、何屋さんかわかんない。フグ屋さんかな。あ、トラフグって書いてあるわ。トラフグ、トラフグ屋さん。へえ、すごいね。うわ、水槽にフグが入ってたよ。やっぱさ、昼間来るとさ、また夜とはね、景色が変わってね、楽しいね。じゃーん。あんまりほら来ないじゃん。あ、すごい、あそこ上に木が植えてある。すごいね。へー。あ、中華屋さん、美味しそう。ライス無料だって。え、本日のサービス、お一人様2杯まで無料だって、ライス。へー。ミツバチさん。あ、ミツバチさんってあれじゃないの、ほら、あの、あれが有名なの、なんだっけ、みつ豆、あ、みつ、あ、みつ、あって寝てたね。じゃじゃじゃーん。じゃん、ドンキだよー。はーい。そう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 。ここの通りにドンキだね。それで、大きい信号の手前なんだね、ドンキね。私、大きい信号の向こう側かと思ってた。勘違いしてたよ。じゃん。あ、ドトールもあるし。やっぱ何でもあるね。
ね、白梅商店街っていうの、白梅商店街どっちだろう、ちょっと分かんないけど、わあなんか美味しそう、じゃーん、なんかじゃじゃーん、梅まつり見る、はい、じゃ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 ん、はい、これまっすぐ行くとね、あの上野公園忍ばずの池が見える、あの突き当たりのところ、そこにね、地下鉄の千代田線の湯島駅がある、はい、夜もね、幻想的ですごい美しかったよね、素敵だったよね、昼間はどんな感じなのかな、ね、楽しみ楽しみ、じゃじゃじゃーん、こんな感じで、ね、ここがね有名なお店らしいよ、あ、今日はお休みだって、月曜日定休日、湯島、ここは居酒屋さん、ここは自転車屋さん、じゃじゃん、あ、早速白い梅が咲いてる、かわいい、じゃじゃん、さてここの坂を登ってね、じゃん、湯島天神まであと30メートル、見えるかな、はい、湯島天神まであと30メートルです、だって合格プリン、へー、すごいね、今お支度中だって、おー着いた着いた、じゃじゃじゃーん、おー、あ、湯島天神梅まつりのあれが出てるね、へー、あ、すいません、あ、すいません、へー、見えるかな、あ、すいません、湯島天満宮梅祭り、ちょっと待って、一旦ここで